はい、こんにちは、サンゴです。早速ですが、今日の食材はこちらサンマっていうことでね、こちらをやっていきたいと思います。口の先、この黄色いのが鮮度がいいサンマになります。これが刺身用って書いてなかったけど、この黄色さだったらいけると思いますんで、サンゴは刺身で食べますけど、自分で決めてください。自己責任ですよ。まあいけますよ、これぐらいだったら。ってことでやっていきます。はい、それではさばいていきたいと思います。今日刺身にしますんで、頭をとりあえず落とします。はい、そして内臓を取ります。いけますね、刺身で十分いけると思います。一旦洗います。はい、では内臓がきれいになりましたんで、3枚におろしていきます。3枚おろしは大名おろしで行っていいと思います。サンゴは尻尾からやる派なんで、尻尾からいきます。頭からでもいいと思います。はい、このように3枚おろしができました。そしたらあばらをすいていきます。はい、ここであばらが取れました。皮を引いていきます。アジと一緒でこの包丁の背中側でやります。はい、簡単ですね。力を入れずにスーッと撫でるような感じでやれば簡単に皮を剥けます。はい、では盛り付けていきたいと思います。船を買っちゃいました。はい、こちらでサンマの刺身の完成となります。今日はこっちサムネにしようかな。ね。はい、では食べていきたいと思います。いただきます。ふう。じゃあまずは生姜。よ。美味しいですね。まあ、まだね、やっぱちょっと出始めなんで、もうちょっと後の方がね、多分美味しいと思いますけど、まあまあでも全然久しぶりにサンマの刺身食べたなっていう感じですね。まあ字のごとくね、やっぱ秋が旬になりますんで、まあやっぱ秋食べた方がいいですよね。秋が来たなって感じしますね、サンマが出てくるとね。すだちを絞ってみようかな。ちょっと柑橘が入ると爽やかな感じになりますね。ちょっとサンゴ一個残念なことがあって、まあ、残念っていうか、キングコング西野さんの映画プペルの話ばっかしてますけど、そのですね、クラウドファンディングが立ち上がって、そう、立ち上げたのが鴨頭さんっていう講演家の方なんですけど、その鴨頭さんが YouTube に出演してくれる券100万円っていうのを売られてたんですよ。
でもサンゴ本当に買おうと思って、もう本当に全部必要なとこ打ち込んで、もう買うっつってもうボタン押したんですよ。そしたらショートメールが来て、残高が足りませんみたいな。100万円のクラウドファンディングだったんですけど、僕のカード100万円が限度額で、日常の引き落とし分が携帯代とか数万円分すでに引き落とされてるんで、100万円なかったんです。買えないっていう。いやマジで買いたかったあれ。でそのまあ仮に100万円買ってたとしたら、その100万円分はプペルの映画のチケット代になって、500人の子供に映画のチケットに返還されてプレゼントされるっていう感じだったんですけどね。惜しかったですね。100万をそんなことに使うかっていう一ネタできたと思ったんですけど、でしかもそのね、鴨頭さんが出てくれるってすごいことなんで、そんな機会多分二度とないと思うんで、いや本当惜しいことしたなと思って。限度額か知らんかったし、そんなクレジットカードで100万とか買い物したことないしね。惜しかったな。でまあちょっとあのプペルについて、まあそのクラウドファンディングまた立ち上がってるんですけど、これが多分アップされる頃には終わっちゃってると思うんで、一旦この動画は終了にして、先にちょっとクラウドファンディングの話だけをする動画を今この後撮って、それが先にアップします。今この見てる動画より前にこの話の続きが上がってますんで、気になったらちょっとそちらを見ていただければなと思います。それではさよなら。あるところに煙に覆われ空を見上げることを禁じられた町がありました。ひとりぼっちのルビッチが出会ったのはゴミから生まれたプペル。ん？君一人？はい、すみません。父が教えてくれた誰も知らない秘密。星って知ってるかい？星？なんだよ星って。見たのかよ。あるわけないじゃない。見たのかよ。嘘つきだ。誰か見たのかよ。あの煙の向こう側を誰か見たのかよ。誰も見てないだろ。だったらまだわかんないじゃないか。お前が光を信じて上を見続けていたらよ、一緒に上を見てくれる友達が現れる。友達って何ですか？信じ抜くんだ。ルビッチ、これは母ちゃん命令だ。絶対に帰ってくるんだよ。はい。どうしたんだい？私の心臓が呼んでるです。どうやらこの世界の秘密に気づいてるね。ドキドキするじゃないか。